お疲れ様です。今日は最後じゃペッカゴブジェイやってきます。さあペッカの後ろにゴブジェイつけて、ゴブジェイの後ろにダクネつけて、あとはレイジーヤナメボイドを添えるだけで勝てるっていうね、はい、極悪デッキがちょっと流行ってますんでやっていきます。まあなんかフェニックス型とか、なんか縦の選手入ったり、まあそれこそプリンじゃなくてブラスターとか、まあいろんなパターンがあるんですけども、まあこれが楽かなと思います。ペッカゴブダクネで呪文添えやっていきます。さあ基本的に止まんないっすね。もうペッカ硬すぎてゴブジェイ解けねえやんみたいなことがあるんで、まあ進化ペッカ出してから考えるか。相手ザップ、おい、これだけでもう美味しいね。進化回せるし、相手進化バルキリーザップかな。進化ペッカ使わないと勝てないね。まあ使わなくたって勝てるんだけど、使うよね別に使わなくたって勝てばする多分。やっぱりさ、タゲ悪い。そんなことある。いけ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 、さあなんて簡単なんでしょうか。で、まあトルネがでも常に考えたら使ってくれるんで、姉妹ゴブジェイ的なね。お、使わない。じゃあ一回ゆっくりか。あ、これでも相手バルーンか。バルーンは俺対空ねえわ。ボイド行っちゃった。1283の削り方はヤナアメボイドレイジ。まあこれはマジほどほどにいかなきゃね。はいほどほどにね。いけ、惜しいな。今の殴ってくれたら幸せなんだけどね、そう簡単に殴らねえんだ。これケツペッカの方が良かったかもね、トリトンとかから。お、バルキリーがいいんだよ。いいよ、この呪文が強いよな。今変なバルーン来たな。いけ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 、これ右は落ちないか。ボンバーが入って、さあナイス。というわけでまあ対空ちょっと怖いな。バルーンだけを見たらまあブラスターの方がいいかもしれないんですけど、まあきついのもありますよと。まあでも進化ペゴブ組めなかった。今回ちょっと組めなかったな。組めなかったんですけど、まあ組んでいきたいな。ペッカゴブジェイダクネね。まあファルチェとかいたんで今回はね、一掃されちゃうんでね。おい、ルーカス来たよ海外プロ、今年の世界大会選手ね。今年の世界トップ8です。ロイホグか。
まあケツペッカー、ケツペッカーが進化すけにマジ餌にされる世界があるんで、一回ゴブジャイ大砲スケアイスピーにね、ケツペッカーがマジクシャンクシャンにされるのが嫌だけど、これさ、やべ、終わったマジで頭使ってない。進化スケプラスのロイフグのセパセパランドがワンチャン。いやこれね、後半さ、マジペッカゴブジャイ、いやー大砲3つぐらい並べられんのかな。あとここ進化スケのサイクルなんでね、基本的に行きたいタイミングはいけないっていうのがこのクラロワ。嫌だな。さあ始めましょうか。これですこれでしかいけないフフフ、エテランチェックマッチ邪魔だな。うまいねちょマジ、ペッカがタゲ取ってんのがちょっと強い。いやワンチャンあるぞこれマジであるよ。すごいな、その防衛術。あれ相性悪いか。もう行くしかないボイドアライム打ちたいな、そこに。こういうことです。よしよし、世界大会俺もこれで出れるかなえとか言ったらさ、右側にめっちゃ来そうね。こういうのもしっかりケアして、おいさあルーカスにも勝ってますよとマジチンパンすぎるなこれ、えぐいよ本当に。エリゴレの親戚っすよペッカゴブジェイダクネレイジ
よし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 、でかすぎる。こういうね、ドチンパン構成もあります。止まりすぎてはいたけどな。さすがに防衛うますぎたけどな。そんな止まるっていうぐらいびっくりはしていたけどね。進化テスラとか持たれてるとちょっとあれだな。このデッキナイルっすね。進化テスラぐらいか。迫撃に打ったあるわ。ちょっと珍しい迫撃っすね。最近の環境はやなめなんで。やりゴブコウモリギャング的な。まあこういう迫撃法がいるからね、その最近あれがいるっすよね。その何、だから相手チンパンすぎん、エリゴレやんも。足前ムードギャングしてっつって。簡単だな。そう、こういうのがいるから矢の雨レイジザップの3スペ構成もいるって感じかな。めっちゃいけスペだな。これさ止まんのかな。ギャングマルカ、押せ押せ押せ。これ回復してたら最強だったな今ペッカが。回復しろよな今の、マジで惜しかったな。してたらもう今キング追ってた、キングプリンセスター追ってた。ファイブウッドか、ちょっとやだな。やらめだけだったらもうダクネゲーなんだけどな。これちょっとまあどうなるかはさておき。ペッカ回復できる。君は回復できる。強すぎるだろこいつ。早く増えてね。いやマジで。はい、やばすぎる。これ端前無糖ギャングしかないけど、そんなコストもないや。えマジさ、今ので勝てんのよクラロは。強すぎるだろあれ。で残りはヤナメとか呪文でね、はい削って、ほい。進化ペッカドリーム。一番見にくい、それどこにあるんだ。やばすぎるな。ヤリゴブギャングとかね、スケとかに進化ペッカーちょっと強くなっちゃったかな。いやこれを噛み合わせれたらさらに最強です。進化ペッカー、進化ゴブジャイのサイクルね。さあし、あーこの人迫撃法のすごい引きこもりのイメージがあります。勝手なイメージ。ペッカ出したいな、ちょっちゃ。うわ最悪や。逆に出しときゃよかった、最悪や。まあゴブジャイで引っ張ったっていいしな。あーフェニックスとかちょっと邪魔ね、あれがないし。ボイド、おー、なんかでなんかそのさっきの試合ではあったんですけど、え、うまい。キング起動、そうだな。だ今回の相手ね、ないんですよ、ディガーとかが。あの本気で引きこもるんですよ。進化ボンバーと、まあ、ロケットかライトニングとかで削るみたいな。まあその極みなんですよね、引きこもり。その辺のねこもりじゃないんですよ、ガチ。いやそうだから
突破できるか難しいな。うわあ。でそのボイル打つときに基本的になんかね、やっぱ上手い人はみんな延命してくるから、そこをなんか矢の雨とかレイジとか打てたら強いよな。え、楽しそうクラロは。俺もそれしたかったな。危ね。でロケあるんで、いやむずいね。惜しい、ワンチャンありそうだった進化回して。いやーね、思ってはいたけどそんなドンピシャにはまるもんな。いやーこれで負けんだよな。フェニックスが強いんだな。あいつがマジで最強すぎる。ロケ？さすがに打ってくる？いいね。この俺がさ、ダクネだからこそのさ、悲しみ。ロケや、うわフェニックス一緒飛んでるし、これ呪文で勝てないよな。そっかトレネもウッドもあるもんね。いやマジ間にキモすぎる。まあ俺がこんなにきつかったって言うのもあれなんですけど、マジ本当にワンチャン。いや届かねえかボイたち。はい、香ばしいな。まあまあ、いやまあまあ仕方ない。フェニックスがちょっとね強いんですよ。いやそういうフェニックスが嫌なら、まあ、こっちのフェニックス型とかを、まあ、使った方がいいかなっていうのはあるんですけど、まあなんかダクネの方が簡単なんだよな。さあ国王到来よろしく。ゴブジャイのイメージあるけどな。おい進化ペッカ回る。でも相手もペッカってことかこれ。そしたらしかもダクネさものすごい弱い説ない。これやべえな。大体進化工場やん絶対。うわいいな、進化めっちゃ回ってる相手。縦線強すぎんだ。てかこれブラスターじゃねえからマジペッカ止まんねえな。終わった。強すぎんだ。ワンチャンさやれすぎ、ナメプサークルありそうこれ。
伊達さんね、いやゴブジャイの後ろにさ、いや突破できねえかな。そう、あるね。回復して、え、マジある、もう2発欲しい、もう1発いけ、うおーいいや絶対でしゃしゃったやん、やる必要のない工場出していけると思っちゃってロッキー進化ペッカグロすぎるな。トリトンのスローで相手のペッカが攻撃できなかったのもでかいな。ぽいマジでなんかペッカグロいな、強すぎてさ、もう簡単やん、はいもうペッカしか考えてないもんうわー、もういや進化テスラとかだからまずいっすよね、そのさっきの迫撃論でいくと、やっぱこもられちゃうとっていうね。まあロイホグは1倍がちょっときついぐらいで、いやこれはね大砲デリで簡単止まるんですけど、まあ進化を回したいなっていうゴブジャイね、はい、え、リトプリよ、リトプリ嫌だな。なんかさ、アチャクイに3コス結局打ってしばけんのにリトプリ3コスに3コスやん、なんか損した気分になるの。ロイフからの進化スケスパーケアしたいな。本当に、まあでもこれ1枚タイムちょっと残念だね、届かないっすあれ強すぎる、レイジだけ打って、休憩しよう、勇敢な、え強すぎるだろ今の、言ってよっそ、進化スケやばい、ワンチャン進化スケ溶かしそう、俺に言うと優秀すぎん、まあウッドが強いんだな、よし整いました同じこれやってることグロいんですけどね、うん、いい、いやー強っマジでやばすぎる、デブゴムじゃ生きてる太すぎんだろ進化、わあ強いな、やっぱ後半ね後半止まんないよな、せっかくゴブジャイ解けないね、なんかほんと少し前の前世紀の進化ナイトの硬すぎるやろおいっていうののなんか火力高い版硬すぎるしユニットやられていくしみたいな、進化ペッカマジイカれてるわ、普通にシーズン中に、今シーズンあと2週間ぐらいか。シーズン中に下方来てもいいけどな。緊急下方。圧倒的にペッカ時代。ダイナミックスケベ。なんかドリルのイメージあんな。進化テスラだけやだな。まあ海外かな。海外プレイヤーかな。あ、でもダクネ強いな、これ。
ブラスター、まあ強いって言っても知れてはいるか。あぶね。俺のボンバーサボり癖ある。やりこぶってことはマジアチャっすね。あーマジアチャの方が助かるかな。あいつマジで強いかな。ケツダクネからの端ペーでもよかったんですけど、まあ何だっていいか。マジアチャマジ。まあボイド打っちゃったんでね俺。テスラだったらいいな。うわ俺これペッカー延命させようとしたのに失敗してる。相手の受け冷静だな。これでドリル来たら俺負けるっす。嘘負けはしねえか。え、てか相手のターン870なのすごくね。なんでそういうデッキでさえ。え、てか進化ドリルペッカめっちゃ回復できるやん。あっつ来ねえか普通に考えたら。なんか流れいいけどな。ボンバーもあるしな。え、ほんとに透明ね。これが男の許容。オーバーヒールグロすぎる。え？ボーイうめえな。まあ上手くても限界あるよ。よし。やばすぎるな。こんデッキ楽しいな。簡単じゃない？ペッカ出してゴブジェイ出して。同じだか同じだよな。さっきからずっと勝ち方が。2倍タイム入って血ペッカして後ろに味方つけて。ユニット、呪文打つ。最強デッキでさ。めっちゃ強い。横は、なんだろう、わかんないね。いやー、これ、ロイホグのクランにいるな。ロイホグ今んとこ勝ってんな。しかも、ルーカスにも勝ってるから、なんか。相手がルーカスより上手ければ負けます。これは同じような展開だな。マジ1枚だけちょっと無理しなかったらな。いや無理したくなるな。進化助が回るのが一番良くないんでね。ボイドヤナメ打てないもんな。え、待って、やばい。終わった。俺さっきなんて言ったっけ。1倍に調子乗らなければって言ったよな。え、もし今極ストライク来たら終わってた。最悪や。ペッカが大砲殴ると思ったけど、やる気がなかった。わー、これ進化ペッカかな。いや、ダクネでいっか。でもこのトリトンマジでまずいな。からの極ストライクが。やばい、やっちった。本当に。それだけはやっちゃダメってことやっちゃったっす。はい。いや、でもなんです。安心してください、皆さん、これ。僕は進化ペッカでございます。やばい、ほんと、今、ロイフグで削られるの一番しぶい。やめて。よし。行くしかない。おれ！もうこれはクエイクウッドで落ちるんで、これで破壊できなかったら俺の負けね。
ゴブリン。え、マジであの負けのお手本ってこういうことなんだろうな。ね、やばすぎる。最悪や。序盤に調子乗んなかったって言った瞬間それかよ。本当にそう。いやこれでちょっとワンチャンありそうなのもやばいけどな。いやでもさすがにかも。いやークエイクね、やっちったもったいな、こんなねもったいないことあるか。しゃしゃったー。ちょっと楽勝でしたねこれでさ。はい、甘えにはご注意よね。さあゴブジャイね。あ、ゴブジャイブラスターなんで今回は。ダクネが最強。いやマジでその終わってるやん。これさトリトンで緊急したいな。なんかそれ以外の道がさきつすぎてさ。いやこれ気にできねえかこの位置。やべ出す位置ミスった。出す位置ミスった俺が悪いんですけど、にしてもじゃね。いやマジでこんなんすよ本当に。世界何これ何位なんだろう今。100何位とかクララって簡単じゃないですか。マジで初手ペッカして後ろにユニットつけるだけで誰でも勝てるっす。はい、簡単なゲームです。やばい、よく下がって。ブラスターまずいな。突破が、あとフェニックスもまずいな。ちょっと私は諦めないよ、諦めないよ、いけいけどんどんだよ、ペッカが強すぎるよ。どうなってんだよ本当に意味わからんすぎるやろ。はい、ってことでこれがペッカコブジャイです。はい、マジインチキデッキなんで皆さんもぜひ使ってみてください。ちゃんと効果も押したら押したのに。